フェイバリットの吉田です。沢田です。今週も G1 の大阪杯、はい、まあ、あの関東馬がね、なんとか早めにね立冬入りして調整してるもいるんですけど、はい、有力どころはやっぱり見本に残ってね、はい、きっちりやってる。まず関東馬からいきますかね、はい、どうですか。はい、まあ、ソウルオリエンスなんですけども、まあ、個人的には結構前回は攻めたなっていう印象がありますね。ここ目標でこうきっちり仕上げてきたなっていう。もともとね稽古はあの合わせてもうほとんど負けたこともないぐらいね、はい、でしっかり負担かけてるし、そうね、体調悪くないと思うね、動きもいいしね、うん、はい、あとタステーラはなんかすごい中間攻めてて、はい、ここ2週連続こう、まあ、単走でね、うん、あのなんか気分よく走らせるって感じなんだけども、はい、非常にこう足の運びもスムーズだし、なんかすごく走る気もあるしね、うん、はい、まあ、これは去年のダービー馬ソウルオリエンスは去年の皐月賞馬なんだけれども、はい、なんか共にいい仕上がりだなっていうふうに映るね、うん、あとはどう？ローシャンパークですね。ああ、そうね、これがやっぱり、うん、まあ、香港でね、あれだけ、まあ、初の海外遠征でなっちゃった、あれだけ妄想したんだけど、初めてだと思うんだけどね、あんな足になったのは、はい、なんか度外視していいかなっていう感じ。いや、本当なんかすごい抑えるのに苦労するぐらいの、そういう感じ があるのもすごく俺は、うん、走る気満々っていう、そうそうそう、ちょっとかかるような感じで抑えん、はい、うまく、だから最終期はね、あの上のジョッキーでね、うん、うまく抑え込んで、はい、なんかラストだけちょっと風に緩めてシャーッと伸びてね、うん、いや、これはいい仕上がりだねっていう、あの皐月賞馬ダービーは、はい、比べても遜色ないなという感じでね、はい、すごくいい感じで仕上がってナトルも見ましたね、はいはい、あとあの関東馬向こう行ってる中ではどう、まあ、ルージュエバイ、うん、そうですね、まあ、本当にこう、まあ、中間で、ね、すごくいい動きをしてるなと思って、うんうんうん、まあ、直前は立冬に行ったんですけども、うん、まあ、基調的にはすごいこの過程プラスに働くんじゃないかなと思いますし、うんうん、この立冬滞在で、そうね、あれ行く前に週前にかなり負担かけてね、うん、水素先着の状況やって、うん、向こう行ってちょっとこう少し控えるというね、はい、まあ頻度ですので、ね、これ、うん、まあ僕自分個人的にはすごいお気に入りの馬なんだけど、うん、なんかいい感じだなっていう気がします、ね、あと15リフなんかも3頭合わせの真ん中入って、まあ、向こうに持ってってるんだけども、うん、なんかちょっとね走る気出てきたし、なんかちょっと復調気配かなっていうような、うん、うん、調教内容だと思うけれどもね、はい、あとの関西馬はっていうことどう？どうですかね、あのもちろん人気なのはベラジオオペラは、あの、うん、先週7ハロンぐらいからすぐ追走して、はい、最後1ハロン過ぎてからステッキ入って11秒2で先着して、はい、なんかすごい負担かけたなと思って、まあ、直前はなんかあのちょっと緩めて、うん、ラスト11秒3ぐらいで、うん、なんか先着したらしいんだけど、まあ、ここは厩舎の仕上げ方だと思うんだけどね、はい、非常にうまい厩舎なんでね、うんうん、ちゃんと負担中間かかってるし、まあ、いいんじゃないかなという感じするけれどもね、はい、ミッキーゴージャスっていうのもちょっといいフットワークするね。そうですね、すごいね、なんかこうまだ、まあ、3連勝してきて、まあ、オークス出たことある馬なんだけども、うん、ものすごいやっぱね一流馬のそれっていう感じのフットワークするし、まあ、溶血馬、そうそうそう、はい、まあ、お父さんミッキーロケット、お母さんミッキークイーンってなんか、はい、阪神の日光の舞台みたいなね、ぴったりみたいな血統なんだけど、そうそう、馬のね、なんか450ぐらいやる、うん、それ以上の大きく見せて、はい、まあ、ちょっと上がり馬のなんかこれがどういう競馬するのかなっていう、うん、まあ、状況を見てるとそんな感じするけれどもね、はい、どう全体的な感じとしては、そうですね、まあ、このレース結構関東が苦戦するしがちなレースなんですけど、そうなんですよ、関東馬がね、まだしばらく買ってないんですけど、そうなんだ、はい、今年はね、あの宝塚記念とちょっと違うもんね、そうですね、なんで、ですけど今年はちょっとね、関東が結構粒揃いかな、そうね、やっぱクラシックは 2頭出てるしね、うん、でね、オーシャンパークがいるしって感じでね、まあ状態も良さそうなんで、そうね、俺も関東はやっぱ優勢なのは間違いないと思いますね、はい、はい、そんな感じでどうでしょうか、はい。